グループ CN は自動車レースに使用する国際自動車連盟認定の競技車両のカテゴリーの一つでプロダクションスポーツカーと定義される。1990年代初頭に導入された。グループ CN は主にヒルクライムとスポーツカーレースシリーズで見られるカテゴリーである。グループ CM という FIA 飛行人であるがグループ CN と関係が近いクラスも存在する。 グループ CN は様々な選手権に採用されている。多くの選手権はラディカル・ユーロピアン・マスターズや V で V スポーツのように独自のルール変更を行っている。詳細は FIA 欧州ヒルクライム選手権を参照。グループ CN が参加する代表的なシリーズであり、グループが設置される根拠ともなっている。ラディカル・ユーロピアン・マスターズは ヨーロッパのワンメイクのレース選手権。ラディカルレーシングカーズ製のラディカル SR8 と、ラディカル SR3 にそれぞれクラスの選手権をかけて行われる。スピードユーロシリーズはイギリスを本拠とするオープンなスポーツカーレース選手権。ホンダ製、K2 レーエンジンの搭載が義務付けられるが、シャシーについては自由に選択することができ、ノルマ製やリジェ製のレースカーが出場する。 フランスを本拠とし、クセが主催している選手権で前後クラスのうちの2クラスがグループ CN 規定に則っ,っている。耐久選手権はレギュレーションの範囲内であれば、どのメーカーのシャシーもエンジンも選択できる。V で V の運営団体は、フニョチャレンジという、プジョーエンジンを搭載したふにょ4、またはフニョ5のレースカーによるワンメイクレースのクラスも設けている。 グループ CN のレース規定は多くの国に存在する。例として、ラディカル SR3 によって争われる、ラディカルイギリスカップやオープンエスパーニャプロトティボスが挙げられる。ありがとうございます。